皆様ごきげんよう、 NMB48 の真鍋杏樹です。今日は2月20日ということは、ラジオが流れている前日は京都マラソンに出ていたってことですね。うわー、無事完走できているのか不安ですけれども、実は今回マラソンに出ることが決まったのが結構急だったんです。なんかマネージャーさんに走れるって聞かれて、走れますって答えたらもうフルマラソンだったので、正直かなり焦りましたが、舞台の稽古期間もありながらも両立できるように練習していたので、今にとってはいい思い出になっているんじゃないかなって思います。なんか長距離ってしんどいなとか、早く終わってほしいなって思うことありませんか私は結構思ってたんですけど、でも走る機会が増えて実際やってみると、終わった時の達成感がすごくて、なんか今回させていただいたことで苦手やなって思ったことも、とりあえずやってみると何か得られることが分かったので、これからもたくさんのことに挑戦してみようと思いました。それでは本日もジャーニーディゲツよろしくお願いします。8期生の中でもお姉さんの2人が来てくれました。 NMB48 のジャングルレディオ月曜日、改めまして皆さんこんばんは。 NMB48 のジャングルレディオ月曜日、 NMB48 チーム M の真鍋杏樹です。このジャングルレディオは、月曜日と木曜日は私たち NMB48 メンバーが、火曜日はつぼみ大革命さんが、そして水曜日と金曜日は騒音プロジェクトさんがパーソナリティを担当しています。そしてこの番組は FM プラプラからパソコン、スマートフォンで簡単に聞けますよ。アプリから直接メッセージが送れたり、便利な番組予約もできます。番組の公式ツイッターもありますので、@JRO_YesFM で検索してフォローもしてください。詳しくはインターネットでジャンレディと検索してご確認ください。さて、月曜日は毎回2人のメンバーをゲストに呼んでいるのですが、今回来てくれたのはこの2人。池ほのかです、よろしくお願いします。ほのかちゃん松野美穂です、よろしくお願いします。美穂ちほのかちゃんと美穂ちが来てくれました。後輩メンバーさん2回目なんです、今回が。そうなんですか。そうだから、かなり緊張してますが、私も楽しんでできたらなって思います。はい、ではリクエストをいただいてた方からメッセージもいただいてるので読みたいと思います。はい、京都府にお住まいのラジオネームてるやすさんからいただきました。あんじゅちゃん、ほのちゃん、みおちさん、こんばんは。こんばんは。今日はチーム B2 から8期生のお二人がゲストということもあり、好きな曲は NMB48 のスワンボートです。現在 NMB48 シアターでのチーム B2 ナンバー笑顔開花宣言公演でも見られますが、ほのぼのとした恋愛ソングで、曲調は80年代のアイドルソングのようで、今の B2 公演のセットリストにとても馴染んでいると思います。スイスイとつい口ずさんでしまいますそして振り付けがすごく可愛いです。白鳥のポーズは必見ですと来ております。ねえ、確かに昔の、確かに曲調っちゃ曲調かもしれへん。そうですね、うん、めっちゃ好きやね、アンジュも。え、真似してるなんか公演前にさ、はい、BGM 流れてるやんか、 あれでたまに踊ってたりする。サマー、嬉しいめっちゃ可愛い振り付けやなと思って見ておりましたね。ありがとうございます。なんかある、そのここ見てほしいよポイントというか。やっぱり、うん、白鳥ってあった通り、スワンの手の振りがあるので、うん、あるな。そこは注目ポイントですね。いっぱい出てくるので、確かに生も見れるな、はい、あります。ほのかちゃん、なんかすごいこの振り付けをしてくださったのがあきら先生で、そうですね、あのつま先をめちゃめちゃ言われます。つま先、つま先、かかとついたら怒られるんですよ、はい、かかと、つま先の振りやって、はい、これはスワンの振りやからつま先やみたいな、めっちゃしんどいやん。でサビもつま先、めっちゃ意識するだから、そのつま先はちょっと見てほしいなと思います、うん、それはみんなファンポイントやわぜひ公演ね、来てくださった方は見てほしいなと思います。はい、はい、ということで今回はこの2人を迎えてお送りしていきます。まずはこのコーナーから参りましょう。教えて NMB48。 ここから
は私たちのことをもっと知ってもらおうということで、リスナーの皆さんからいただいた質問に答えていこうと思います。それでは順番にめくっていきましょう。教えて。東京都にお住まいのラジオネームゆうさんからいただきました。3月12日に開催されるハローミュージックフェスティバル2023 in 大阪にチーム B2 メンバーが出演することが発表されました。私も無事にチケットが当選し、今からとても楽しみにしています。しかし恥ずかしながら、私はサンリオのキャラクターについての知識があまりありません。フェス当日をより楽しむために、皆さんの推しのキャラクターやそのキャラクターの推しポイントを紹介してほしいですと来ております。うわーねー、すごい、無事当選したんですね、はい、おめでとうございます。ねえ、B2 のメンバーが出ることもなり、はい、なんかいます、サンリオのキャラクターで。私は今回、はい、B2 が出演する日にはいないポチャッコっていうキャラクターが好きで、うん、今日もポチャッコの服を着てるんですけど、はい、炎の推しは出ますよね。はい、私の推しは出るんです、うん、誰なんですか？シナモンロールの、はい、一緒に歌えるってこと？え、どうなんですかね。でも会えるのは会えるから楽しみです。めっちゃいいや、はい、私あの小学生の時の筆箱とかってキャラクターものじゃないですか、うんうん、もうそれもシナモンで、そうなんです。家にシナモンのぬいぐるみあるぐらい、知らんかった。もう結構、あ、ほんまに結構なシナモン、はい、好きなんです、ね、シナモロール、シナモロールですね。で、略したらシナモンになるってこと、はいはい、なるほどね。なんかあります、ポチャッコ愛を。ポチャッコはね、うん、癒されるんですよ。あ、癒される。なんか、うんうん、シナモンとかマイメロは、うん、結構女の子っぽい。確かに確かに、うん、ポチャッコはなんかいいぐらいの癒しキャラなんですけど、うんうん、なんか見てたら疲れが吹っ飛びます。うわー、なるほどね。めっちゃいいですね。はい、なあ、結構なあ、確かにサンリオって書いてたから、はい、一緒に出れるんかと思ったら分かれてんのや、出るキャラクターと。あ、なんかバラバラで5人ずつですか、ね。ああ、はい、うん、なるほど。私たちの出るときは5名でくださいます。うわー、そうなんや。アンジュさんは、え、誰が好きですか？私はクロミちゃんか、はい、ケロッピ、ケロケロケロッピ、ケロッピ。特にケロッピはお母さんの影響やから、そう、まあ好きっちゃ好きって感じだけど。でも黒のイメージあるので、え、ほんまに？クロミちゃん似合います。うわ、嬉しいですね。ありがとう。では次に行きたいと思います。はいはい、和歌山県にお住まいのラジオネームかまかりさんからいただきました。ほのちゃん、みおちちゃん、アンジュ、こんばんは。こんばんは。みおちちゃんは公式サイトのプロフィールで将来の夢の一つにラジオの仕事をすると書かれていますね、はい、アンジュ先輩もジャンレディゲッツのパーソナリティを始めたばかりですが、みおちに何かアドバイスをお願いします。そうなんや、ラジオの仕事をすることなんや、はい、そうなんです。うわ、なんか喋るの好きで、はい、そうなんや、はい、うわ、やりたいなって。やりたいですね。難しい。でも話すのはちょっと好きなんですけど、うんうん、苦手っていうか、苦手っていうか、なんですか、うまく喋るのはまだまだなので、うん、ぜひ。うわー、ね、え、一人喋りの方が得意な感じ？そうでもないか、どうなんですかね。でも人と会話する方が好きかもです。ええやん。けど、はい、うわーね、ぜひどうもな、はい、もしかしたらアンジュの次になるかもしれないな、期待や、交互。でもね、私アドバイスできることがないんですよ、はい、未だに、はい、もうずっと試行錯誤してやってるから、ちょっとこれからアンジュもいろいろ学んでいきたいなと思っております、はい、ですかね、はい、はい、次行きましょう。ありがとうございます。どうしよう。北海道にお住まいのラジオネームダークシュナイダーさんからいただきました。アンジュ、ホノ、ミオチ、こんばんは。こんばんは。初めてお便りします。ホノは奈良県出身で、ミオチは京都出身、はい、お二人の出身はお寺や神社など風情がある町並みですが、奈良にあって京都にないもの、京都にあって奈良にないもの、京都にあって奈良にないものがあれば教えてほしいです。おー、そしてアンジュはどちらに行きたいか教えてください。そんな選べません。
です逆やっぱ、奈良なので、鹿、うん、はいますよ。あもう京都駅降りたらいる？いや、奈良駅ごめんなさい。もう、ま、混ざってるわ。ごめん。なるほどね。はい。あ、鹿が。そうです。普通に歩いてる？うん。あ、そうなんや。誰かが飼育してる？うん。え、してないの？してないです。野生の鹿です。やば。どうやって生きるん？あの鹿。普通にやばいやん。でも鹿愛護団体があるんですけど、じゃあいきなり玄関つつかれるかもしれん。うん、やばなるほどね。あ、そういうこと。うもう自然光としておるってことか。はい、そうです。自然光自然に、そこの地域だけですけど自然にいますね。すごいいいな、なんか、うんうん、自然ですね。京都にはないやろ。はい、ないです。なんかあります？逆に奈良に、なんやろ、京都、タワー、うん、あー、なるほどね。なんかタワーって、うん、その県に1個あるって勝手に思ってたんですけど、うんうん、な、ありますか？ないです。ないです。ないやん。なんかまちまち怒らない。そうなんや、うん、なるほど。大きい、あ、これ以上言ったらマウントになっちゃう。もう全然大きい都市にしかないんですかね。あ、タワーがね。東京とか。あ、大阪は何ですか？通天閣。やな、通天閣やな。うん、なるほど。でも鹿がいるのでね。うん、お互い羨ましい。大仏もありますしね。あります、あります。でっかい大仏がね。まあでもそれぞれのね、県で、はい、なんか日本のものを体験できるものあると思うので、はい、でもそれこそ私も2つどっちも行ってみたいなって。はい、思いました。平和平和で、平和で終わります。では最後ですかね、はい、行きたいと思います。はい、大阪府にお住まいのラジオネーム三宅ちゃんからいただきました。アンジュさん、みおちさん、ほのさん、こんばんは。こんばんは。先日ナンバ笑顔開花宣言公演の MC でどのメンバーを姉妹にしたいかのお題でりさちゃんとみひなちゃんのドロドロシラバ MC がとても面白かったです。はい、お三人はお姉さんメンバーなので逆に年下だとしたらどのメンバーをお姉さんにしたいとありますか？難しいですね。これは NMB 全体ですかね。そうやな、全体やな。てかこれめっちゃ気になんねんけど、ドロドロシラバ MC って、はい、あ、そんなあったんや。そうなんですよね。みんなが取り合ってますよね。取り合ったってことか。はい、あ、なるほどね。はい、確かに。誰ですかね。誰や。でも私は今の年齢だとしても、うん、自分が、うん、だとしてもお姉ちゃんは平山麻衣さんになってほしいです。ぽいぽい。誰やけど、麻衣さんはめちゃくちゃしっかりしてるイメージあるので、うん、でいつも笑顔でお姉ちゃんっぽいなと思いながら見てますね。なるほどね。はい、実際は私の方が年上なんですけど、でも先輩なのでお姉ちゃんになってもらいたいです。うわ。なるほどね、はい、マイティ、はい。私は、うん、あのアンジュさんが。なんで嘘やろ。嘘やろ。本当です。ほんまに絶対一緒に行ったら楽しいやろうなって思います。なんか、全然本当にアンジュ、はい、兄弟の上で一番上やねんやんか。 あんまりお姉さんってな感じはせえへんけど嬉しい。そうやって名前あげてくれて。はい、誰やろう。でも、はい、若ぽんさん、アンジュは。なんかやっぱり知識を知らなさすぎて、そのいろいろ学びたいなっていう思いから若ぽんさんがお姉さんになってほしいなとは思います。あ、確かに私同い年なんです、若ぽんさんと。でもやっぱなんですかね、貫禄っていうか、なんていうんですかね、落ち着きが違いますよね。落ち着いてる、はい、いらっしゃる、はい、から、まあ、なんか学びたいなと思って。マイティーかー。なんかあんまりさ、マイティーがお姉さんしてるとこ見えひんって言ったら失礼やけど、なんかいつもアンジュに甘えてくるイメージがあるから。でも七期生さんの中ではふにゃふにゃしてるイメージありますね。あ、確かにね。はい、逆に
妹にするなら、あ、妹にするならいます？誰か妹にしてみ、妹ってなってやっぱ8期生になっちゃいますね。実際に年下のメンバーになっちゃいますね。誰やろう。私は、うん、あの田中ゆきのちゃんを妹にしたい。ゆきのちゃんなんや、はい、あのずっとゆきのの顔が好きってずっと言ってて、うん、そうなんや、めっちゃタイプ でダンスも上手いし、めっちゃしっかりしてるじゃないですか。確かに、うん、もう可愛いなと思って、なので妹にしたい。妹にしたい、はい、あ、いいですね。なるほど。あ、みおちいます。でもやっぱり何回考えても前の、うん、B2 の MC と一緒のメンバーになっちゃうんですけど、うんうん、松本美ひなちゃんですね。美ひなちゃん、はい、なんか、うんうん、年下、結構下なんですけど、うんうん、でもなんか考え方似てて、あ、そうなんや、はい、なんか私7個ぐらい違うんですけど、うんうん、でも頼りになる時があるので、妹にしたいんですけど頼りになる美ひながいいですね。あ、なるほどね、はい。アンジュさん、アンジは坂本リサちゃん。おー、やっぱリサヒーの取り合いになるんですね。確かに入るな、アンジュも、はい、なんかチーム M の公演にまたいでくれて、はいはい、なんかしっかりしてるし、可愛らしいし、なんかもうおだてたくなる感じ。可愛いねってなるから、わかります。まあ、私も一緒に入ります。知らばに入りますか。わーですかね。はい、ということで今回はここまでです。はい、このコーナーでは私たちに聞きたいリスナーの皆さんからの質問を募集しています。メールやスマートフォンアプリ FM プラプラ、もしくはツイッターでハッシュタグジャンレディをつけてお送りください。皆様からのお便りお待ちしています。シャトルクイズ、ドレミファソラシド。このコーナーでは制限時間内にどんどん質問に対して答えていってもらおうと思います。ですが、ただ答えるだけではありません。回答時間はだんだん短くなっていくので焦らずに回答してください。ではまずほのちゃんから挑戦してもらおうと思います。結構ね、難しいから構えてほしいなと思います。分かりました、構えるときは。はい、ではほのちゃんのシャトルクイズスタート。第1問、何でも願いが叶うとしたら何がしたい？1日48時間にしたいですね。おー、なるほどね。第2問、自分を褒めるとしたらどんなとこ？いつもまめに更新してるとこですね。あー、えらいえらい。第3問、自分に足りないものがあるとしたら何？体幹。体幹。第4問、ルームシェアするならどのメンバーがいい？誰やろ。あ、やばい。第5問、生まれ変わるなら何になりたい？猫で。あ、猫。今の自分にタイトルをつけるなら？伸びしろ。伸びしろ。第7問、テンションが上がる瞬間は？ご飯食べてる時。第8問、ついやってしまう癖は？頭に手持ってく。ご飯のお供といえば？梅干し。釣ってください。大好きです。終了です。ここまでとなります。ではいくつかね、掘っていこうと思うんですけれども、みおち、聞いててなんか気になるものありましたか？何問目に言う？ 3 問目の足りないもの、体感が、体感、はい、自分も一緒やなと思います。自分も一緒やなって、はい、体感大事ですよね。大事。公演とかさ、踊ってる時に回るのとかさ、はい、なんかめっちゃ体感ないとって思っちゃうから、はい、ね、体感は大事ですね。はい、うん、なんか伸びしろって気になる。なんだろうと思って、自分にタイトル、全然まだまだなことの方が多いから、今の自分につけるんやったら伸びしろかなと。なるほどね。思いました。伸びしろ、確かにまだまだこれからやもん。これからです、ね、いや、あの規制的に言ったらアンジュもやし、はい、もうまだまだ先輩にたくさん学んでいきたいなって。気になったのが、はい、ルームシェアするならどのメンバーがいいが聞きたかった。はい、誰ですかね。ルームシェアするんやったら、何でもやってくれそうな人。何でも言ってくれそうな方。何でも やってくれそう。いいですね。なあ、でも自分もやんなきゃですもんね。そんなことない。真面目。お料理できる方がいいですね。誰やろ。8期誰もできひんよな。あ、そうなん？あんまイメージないですね。
料理ね、もうアンジ、ワカポンさんのイメージしかない。そうなんですよ、ワカポンさんしか出てこなくて。完璧ですね。じゃあ、あ、でも本郷ゆずはさんとかも、なんか未来さんが言うには、その自宅に、あのゆずはさんの家にお邪魔させていただいた時に、はい、全部やってくださるそうで、ゆずはさんが、なんかご飯も作ってくれるし、身支度してくれるし、はい、そうだから確かにゆずはさんもね、いいと思います。何でも願いが叶うとしたら何がしたい？はい、1日48時間欲しくて、もう1日24時間で足りなくないですか？足りない、だから足りない伸ばしたいなって伸ばしたくて、その48時間中何時間睡眠にする？うわ、聞きたい聞きたい。でも10時間ぐらいです。少な、結構寝る普段から。そうですね、少なとか言っちゃってます。はい、私は12時間以上寝たいですね。え、何時に寝てるん大体？あ、実際は12時間寝れないんですけど、そういうことね、48時間あったら12時間は睡眠に当てたい、うん、以上は、はい、確かにね、寝たいよな、わ、はい、かるわかるあれやけど、うん、頭に手って言いながら頭に手やってましたよね。やってた。はい、考えるときに、ね、よくね、頭に手をよく見るその光景そうなんですね。なるほどね。では次に行きましょう。はい、はい、次はみおちの挑戦ですね。はい、ではほのかちゃんからクイズを出してもらおうと思います。はい、ではみおちのシャトルクイズスタート。第1問、最近ハマっているものは？お風呂にゆっくり浸かること。第2問、休みの日は何してる？寝てる。第3問、毎日の日課は？日課？ストレッチ。大好きを自分なりに言ってみて。大好き。あ、一番落ち着く場所ってどこ？ベッドの布団の中。テンションが上がる瞬間は？好きな曲を聴いてるとき。第7問、落ち込んだ時の立ち直り方は？これも曲を聴く。今まで内緒にしてきた秘密を教えて。何してるときが幸せ？ラスト、将来どうなりたい？幸せ。あー、難しい。難しいよな、これ。めっちゃ早い。では掘っていきたいと思います。はい、ハマっていることがお風呂。はい、なんか前までお風呂が嫌いだったんですけど、そうなんや。でもなんか最近やっぱ冬だからかもしれないんですけど、あの家に帰ってあったかいお風呂に入るのが楽しみの一つです。いいですね。はい、アンジもお風呂な、入浴剤変えるのにハマってて。あ、なんか冬ってお風呂入りたいって確かになるから、入浴剤をいろんなもの買って試してますね。うわ、いいな、確かに。あと日課がストレッチ。はい、偉いね、本当に偉い。なんかめちゃくちゃ体硬くって、足開脚するのも最初加入した当初は90度も開かなくて90度。あー、なるほど。はい、なんで目指せアンジュさんぐらい、180度ぐらいバーって開きたいのでやってますね。でも確かにストレッチな、大事やからな、はい、怪我せえへんためにも、はい、うわ、あとテンション上げるもの、はい、が好きな音楽を聴くこと、はい、アイドルの曲が好きで、NMB の曲も聴くし、他の48グループさんの曲も聴くんですけど、やっぱテンション上がりますね。上がるよな、はい、確かに。どういう時に聴くとかある、そのテンション上がる曲を？でもやっぱ電車乗ってる時とか、これから行くぞって時に、あ、分かる。テンション上がるの聴いたら一日頑張れます。あ、はい、確かにね、公演前とかね、はい、アンジも聴くから、はい、答えられなかった質問何個か聞きたいなと思うんですけど、はい、答えれてなかったなみたいな。今まで内緒にしてきた秘密の〇〇を。秘密は、はい、秘密一部のメンバーにはバレてるんですけど、 あの人の人左側しか歩けないんですよ。聞かせて聞かせて。なんでかわかんないんですけど、
その8期生とか仲いい子とかと歩くとき、うん、人の左しか歩けなくって、うん、右側にを歩いてしまうと、うん、どんどんその人に寄ってっちゃうので、うん、左しか歩けないんですよ。それな、アンジもやで。本当ですか。そう、なんか左の方が安心すんねんやんか。一緒や。なんかでも聞いたことあんねん。なんか私も説知ってます。知ってる。もう教えて。違うかもしれないですけど。いや全然大丈夫。なんやっけ、引っ張る側が右？そう。一緒。引っ張る人は右を歩きがちで、うんうんうん、多分なんでした、心臓が左にあるから、うん、右についていきたく。なる、うん、伝わりますかね、うん、らしいですよね。そうね、なんかある、どっち側を歩きたいみたいな、私特にないみたいな。ないんや、はい、どっちでもよくて、うわ、なでも大体みんな左側選びますよね、うんうん、あ、確かに、多い多い、うん、だから右側歩いてる。あ、私論争になる、うん、左側の人と当たってしまったら確かにね。なんか自分の地元とかやったら、はい、もう分かりきってるから場所を、はい、右でもええかってなるけど、でも基本的に左におらないと落ち着かへんくて、はい、写真撮る時とかも、あ、確かに私プリクラ撮る時毎回左です。だからほんまにどっちでもいいって言ってくれちゃうです。ほんまにもう堂々と生きててほしいなって思います。本当に生きてほしいです。はい。何してる時が幸せ、なんて言ったっけ、答えれてなかったですっけ、何してる時が幸せ、幸せ、あ、幸せ、最後幸せ、どうなり、将来どうなりたい、幸せ、うーん、ちょっといいことや。時間がなくてとっさに出ましたね。うーん、やっぱ音楽が好きですね。音楽いっぱい出てきちゃった、ね、ほぼ後半全部音楽。そうですね。弾き語れるって言ってたよな。あー、なんかエレクトーンっていう楽器を習ってて12年ぐらいやってたんですけど、とかあとドラムも好きで、あ、うわ、すごっ、はい、ドラムが一番楽器で好きですね。はい、すごい。音楽の好きなことも知りましたし、はい、ありがとうございます、ね、はい、ということで本日はここまでです。私たちに聞いてみたいクイズなどがありましたら皆さんも送ってください。以上、シャトルクイズドレミファソラシドでした。目撃者は誰だ。このコーナーではリスナーの皆様が目撃したメンバーの情報を紹介していきます。さて、どこで誰が目撃されたのでしょうか。早速紹介していきましょう。まずは愛知県にお住まいのラジオネーム関さんからいただきました。目撃メンバーはほのちゃん。今日のゲスト池ほのかちゃんはもう一人のゲスト松野美穂ちゃんのニックネームみおちを正しいイントネーションで言えないらしく、みおちではなくみおちみおち、あ、みおちと語尾を上げるように言うそうです。最近はちゃんとしたイントネーションで言えるようになったのでしょうかと来ております。え、みおちじゃなくてみおちってずっと言ってた。みおちっていうのね、はい、何人かいますね、みおちっていう人。はい、でも最近みおちって、あれ、ほのは、うん、なんかよくファンの方とかに突っ込まれるというか、うん、らしくって直してくれてるみたいです。戻ってた、いけてた最近。でも確かに違和感はなかったので、いけてるかも。いけてたか。でも他のメンバーは、うん、坂下真子ちゃんとか、みおちってもう直そうともしてないですね。別にどっちでもいいんですけど、うん、なんか周りが気になるみたいで、ほのは直してくれてます。こんばんはのイントネーションも変なんで。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんはみたいな。こんばんは、あ、関西弁すぎやな。関西弁やな。そうなんです、確かにイントネーションをねちょっと直したいなって、うん、でも逆にいいんじゃない。確かに関西人やし、せっかく、うんうんうん、でもおかしくないですか。いや全然、さっきもあこんばんはって言ってたじゃないですか、うんうん、めっちゃ頑張ってイントネーションあ、そうなんや、でもね全然そのままでいいと思う、はい、うん、じゃあこのままで、ぜひ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 そのままで、はい、はい、では次の目撃メンバーに行きたいと思います。はい、和歌山県にお住まいのラジオネームかまがりさんからいただきました。目撃メンバーはみおち。
ほのちゃん、みおちちゃん、あんじゅ、こんばんは。こんばんは。みおちちゃんといえば、はい、ショールーム配信の月一企画、ハッシュタグみおちライブでしょうか。瀬取りもしっかり考えてくださって、フォーテイトグループはもちろん、坂道の楽曲など、ファンの皆さんからも好評な企画、これからも楽しみにしております。おー、おーと来ております。ありがとうございます。ねえ。なんか、はい、自分でさ、セットリスト考えて、はい。歌ってる？そうなんです。なんか、うん、歌うことも好きなんですけど、うん、なんか、構成とか考えるのも好きで、うんうんうん、なんか、テーマを毎月決めていて、うん、何月のテーマは、こういう感じにしようってなって、うん、自分で順番とか決めてますね、うん、わー、はい、ちゃんと考えてますね本当にでも楽しくてめっちゃ、うんうんうん、セトリってなんかやっぱあるじゃないですか、その、なんか感覚じゃないですか、うん、なので毎月そこはこだわってやってます、うん、おー、はい、すごい。なるほどね。なんか企画でさ、はい、やったりする？配信。え、やらない。やるよな。偉すぎて本当に。ありがとうございます。でもほのちゃんのショールームは、はい、なんかすごいほんわかというか、うん、優しい空間に入れてる感じがす、はい、るから、もう全然そのままでいくのに、こんばんは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 いいと思う。もうアンジなんか何喋ってるかわからへんから、もう途中で何喋ってるかわからなくなるような、何話せたっけ終わり終わりなるなるなるあ、いいですね、確かに。で、次いつするとか特には決まってない？月の初めにやってて、うん、あ、月の初めにやっとんや、はい、なので3月1日、うん、3月1日、はい、うわー、ぜひ皆さん、はい、ぜひ来てください、ね、行ってみてください。ということで、皆さんたくさんの投稿ありがとうございました。さて、ここからは即興劇で話題のあの劇団のお時間ですよ。ジャングル劇団学べ組。皆様、本日はジャングル劇団学べ組の定期公演にお越しいただきありがとうございます。本日は私どもの劇団が誇る女優3名による即興劇をお楽しみいただこうと思います。私、座長の誠聖樹でございます。トップスターの城ヶ崎香音でございます。新人の井原美琴でございます。それでは皆様、本日の公演の演目を発表します。本日の演目はお話し会です。今日はお話し会当日、夢にまで見た憧れのメンバー城ヶ崎香音とのお話し会ということで、緊張して一睡もできなかった、初めてのことに緊張しながらもいよいよ自分の番がやってきた、なんとか話せたが手を握られたその瞬間、さてどうなるのでしょうか。最後までごゆっくりお楽しみください。こんにちは、どこから来たんですか？奈良から来ました。奈良、鹿がいっぱいいるとこですか？そうです、かわいい。ありがとうございます。直視できる。え、直視、見てください。もっと間もなくです。逃げちゃう。最終了です。またお待ちしております。はい、では次の方どうぞ。はい、名前ですね。はい、佐藤。あ、こんにちは。あ、また来てくれたんですか？覚えてくれたんですか？はい、どうしよう。お名前なんですか？イガラシカノンと、あ、ミコトと申します。ミコトちゃん、ありがとうございます。覚えますね。嬉しいです、はい、また来てください。間もなくです。かわいいね。そんなこと言ってもらえるはい、ありがとうございます。次の方いきます。ありがとうございました。はい、次の方。あ、こんにちは。お願いしてもいいですか？その前にみんな、すみません、イガラシミコトさん、証明書とかいただけたりしますか？はい、はい、ありがとうございます。はい、確認できました。ありがとうございます。30秒ですね。はい、こんにちは。こんにちは。3回目。そう、3回目。名前はみことちゃんですか？あ、そう。お、ありがとうございます。嬉しい。わあ、今日も会えたね。え、会えた。握手ぎゅ。え、やばい、手握られた。え、どうしよう。え、無理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 。まもなくです。え、もう、え、もう手洗えないです。あ、このまま洗って、洗ってよ。綺麗にして帰ってください。でも空気保存しときます。そうそう、あ、怖いよ。どう
しよう。次の定期公演でお会いしましょう。スター嵐美琴です。超ときめき宣伝部さんのスターを聞いていただきました。サビラストの歌詞に注目して聞いていただけてたら嬉しいです。もし超ときめき宣伝部さんと握手できたらこの手は洗いません。エンディングの時間です。皆さんいかがでしたか？ NMB48 のジャングルレディオ月曜日、教えて NMB48 では私たちに聞いてみたい質問を大募集しています。また皆さんが目撃したメンバーの情報を送っていただく目撃者は誰だへのお便りもお待ちしています。現在募集しているメンバーについては番組の公式 Twitter とブログをチェックしてください。そしてアンジュと学ぼのコーナーでは私たちが思わずなんだそれというような知らない言葉をその意味と一緒に送ってください。その他番組でかけてほしいリクエスト楽曲やふつおたなども大募集。すべてのお便りの宛先はメールではすべて小文字で jro-mon@sfm.jp またはハッシュタグジャンレディ月をつけてのツイートもお待ちしています。番組ホームページのメッセージからも送れますのでどしどしお送りください。ということで、はい、はなちゃん、みうちありがとうございました。ありがとうございました。すごい楽しかった。あの、はい、シャトルクイズってあったじゃないですか。ありましたね、はい、それでアンジさんの回答もちょっと気になったのでいつか質問してもいいですか。うわ、お願いします、はい、で私からは、はい、今日中に100万円を使い切ってください、はい、どう使うです。でもそれこそ今チョコレート博覧会、はい、あ、今日が何日でしたっけ、2月3日なんですけれども、はい、今チョコレート博覧会をしているので、はい、100万を使ってチョコレートをいっぱい買いたいです、私。100万円ですか。100万円分の、めっちゃ食べられへんやろな多分、はい、半年ぐらい1年とかかかりそうです、ね、確かにね、やりたいなと思いますね。じゃあ私からは、はい、生まれ変わるなら何になりたいですか。イケメン。なんか、うん、すごい男の人になりたくて、ね、来世は。え、ほんまに、はい、なんか、うん、イケメンで学校とかにおっても、うん、隣のクラスから覗かれるやつになってみたい。なんか注目を浴びるというか、憧れますね。じゃあ運動とかできたらもう完璧です。完璧。そう、頭もいいし、うん、運動もできて、なんかちっちゃい頃って走りが速かったらかっこいいみたいなのあるやんか。あ、確かに。だからもうそういうの憧れますね。小学生あるあるですね。そうそうそう。じゃあね、うん、イケメンに生まれたら何の職業に就きたいですか。めっちゃ気になりました。あ、じゃあバーテンダーやってみたい。すごい。なんか大人って感じの男の方になってみたいな。ダンディーな感じ。ダンディダンディ、そうそうそう、なってみたいなと思います。ですかね。ありがとうございます。質問してくれて、いっぱい知れました。ありがとうございます。はい、ということでそろそろお別れのお時間です。今日は NMB48 白組でプロムの恋人を聞きながらお別れしたいと思います。この曲は NMB48 ナンバーザール2022で今日の3人全員が白組だったのでその中の1曲を選びました。明日火曜日のジャングルレディオはつぼみん大革命の皆さんがお送りしますのでお楽しみに。深夜1時からのリピート放送も聞いてくださいね。それではジャングルレディオ月曜日、お相手は NMB48 の真鍋安寿と池穂乃香、そして松野美穂がお送りしました。来週も聞いてくださいね。それではごきげんよう。それでは最後はジャンレディ月の天使アンジェル様から本日のお言葉をいただきたいと思います。アンジェル様お願いします。皆さんは来世何になりたいですか。なんかでも本当に今の生まれているこの時を一日一日大切に生きてほしいなって思います。頑張りましょう。